こんにちは今回ご紹介するのはこちらの一冊です、えー、一瞬で心をつかむ伝わるイラスト思考ということで、えー、このイラストっていうものの描き方を学べる一冊になっていますで、これは例えば絵心がないとか美術の成績が悪かったというような方でも実は絵を描くっていうものはスキル であるとということなのでそのスキルさえ覚え覚れば誰でも描けるるよううにになないい冊って,いう一冊になっていますでこの本で特に個人的に印象に残っているのはやはりただこの絵を描くっていうのではなくその感情的なものを自分のこのイラストというものを通して相手に伝えるっていう観点なんですね。というものが非常にこの共感できるというかあなるほどなということでやはりそれでその方法でやると感情っていうものは非常に伝わりやすいだろうなというふうに改めてえ 感じましたでそのこのイラストを使うことによりビジネスや教育、まあ、その他、えー、自分の思いを人に伝える方法の一つとして非常に有効な方法がまた一つで手に入れることができるのではないかなと思いましたのでぜひイラストが苦手な方もチャレンジしてみてほしいなと感じました。で実際にここの書かれた方法を使うことによって短時間で例えばこんなイラストが描けたりこんなイラストが描けたりこんな 今までこの表情を書き分けるなんていうことは、えー、できたことがなかったたことがなかったんですがこの本の、えー、スキルを使うことによって誰でも簡単にできるようになると思いますので、えー、ぜひお試しあれという一冊でしたおすす,めおすすめですので、えー、ぜひチャレンジしてみてくださいとても楽しい作業になると思います以上です